ろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。生活のリズムは仕事と仕事の合間に結構掃除をするようになりました。なんか家にいることが少ないけど、帰ると埃が積もってるんですよ。動かないから、空気が動かないから、だからこまめにするようになりました。私は朝ごはんをちょっと作って洗い物担当って感じです。はい、作ってくれたり、私がたまに作ってみたりって感じです。私が、はい、ホールトマトのスープ切って蓋閉めたらできるんですよ。はい、はい、だからそれをよく作ります。そうなんですよ、奈良県の十津川村っていうところにある吊り橋が多分なんか日本かで何番目かに高くて古い吊り橋かなんかっていう、私はあんまり怖くなかったです。でも結構揺れるんですよ。もう本当に吊り橋でロープで吊られてるだけで、他の人が通ると結構こうやって揺れる感じで、長いで300メートルぐらいあって、高さが40から60メートルぐらいだったはずです。でもなんかここから落ちても絶対死なへんっていうのやったら落ちてもいいかなっていう感じです。これ特にないんですけど、はい、これは、はい、なんか妹が買ってくれたんで、はい、今日は寒いからこれを着てます。背中を着てもらっていいですか？背中、はい、何年も前に誕生日プレゼントで買ってくれました。はい、はい、私は今こんなんを使ってます。なんか私はこういう、はい、あのレトロな動物が結構好きで、はいはい、これをどうしても入れたいと思って、はい、今回はこんな感じにしてみました。何代目ぐらいですか？1、2、3、4つ目、はい、お気に入りのところ、はい、でもオーダーなんですよね。オーダー、はい、書いてもらいました。どこやろう、この虹は結構好きかな、はい、あ、この虹ですか、はい、虹と太陽はどうしても入れてほしいと思ってお願いしました。でももうすぐ30になるんで、もうそろそろやめようかと思うんですけど。はい、ガマゴーリは乗りやすくてとても好きなんですけど、今節はあまり活躍できなかったんで、次来た時は頑張ります。応援してください。